サラカク。皆さんこんにちは、サラッと格闘技雑談です。ブレイキングダウンに元 K1 の天田博美選手が出場しますね。私が学生時代に活躍していた選手で、当時世界最強の集まっていた K1 で世界のバンナやマークハントたちと戦ってきた選手ですね。当時は100キロを超える体格で、そこから繰り出されるパンチのコンビネーションの回転が速い、すごい選手だったんですよ。天田選手がオーディションに出てきた時はすごく懐かしい気持ちになって嬉しかったですね。ただこの勝負、天田選手が勝つのは厳しいんじゃないかなって思ってます。もちろん天田選手が全盛期の頃だったら全く問題にならない勝負だと思いますけど、ていうか勝負にもならないですかね。まあただ冷静になって考えてほしいんですけど、天田選手って今年50歳なんですよ。普通に考えて他のサッカーとか陸上みたいな激しい動きの伴うスポーツで50歳でもバリバリやっていた時代と変わらない動きをすることもできる人ってそういないと思うんですよね。プロ野球の OB 戦を見ても多くの選手が現役高校生にも劣るような動きになってるじゃないですか。もちろん中には継続して練習することで年齢を重ねても洗練された動きを見せることもできる人もいますよ。ただそんな人間が何人いるかって話ですよ。ましてや天田選手が戦うフィールドはフィジカルがものを言うヘビー級ですからね。まだまだ30代で体重が150キロ超え、フィジカルバリバリのノッコーさんを受け止めるには厳しいんじゃないですかね。天田選手が最後にリングに上がったのが2020年の西島選手との試合。まあ試合というかエキシビジョンスパーみたいな感じですかね。その試合も見たんですけど、やっぱり動きはかなり落ちてましたね。現在でも練習は重ねているとは本人は言ってたんですけど、それでも加齢によるステータスの低下は否めないですよ。あと天田選手かなり痩せたんじゃないですかね。今は体重も100キロ切ってる感じじゃないですか。ちょっと年齢差も体重差もありすぎて、なかなか勝つのは厳しいっていうのが現実じゃないかなって思うんですよ。ノッコンさんも素人とは言いつつも YouTube 企画を通じていろんな人とスパーリングを重ねて経験値も積んでますしね。今回はノッコンさんがフィジカルでゴリ押しして勝利するんじゃないかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけると大変嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。